DAW レスの鈴木です。今回は IK マルチメディア T-Lux5、 こちらに最初から収録されているイコールという EQ プラグインを紹介してみたいと思います。今回から T-Lux のモジュール紹介に入っていきたいと思うんですけれども、動画自体もちょっと緩めに雑談を交えながらですね、ちょっとやってみたいというふうに思っております。まず基本の使い方なんですけれども、ものすごくシンプルです。マウスでグラフィッククリックしていくと、そこにバンドが追加されて、それぞれのバンドに対してゲイン、フリケンシー、Q で作っていくと、Q もかなり狭めることができるようになっています。で、各バンドごとにですね、シェイプ、EQ のカーブですね、ベルカーブなのかシェルビングなのかバンドパスなのかと、まあ、チルドシェルフとかですね、ちょっと珍しいタイプの EQ も入っていたりします。またこの状態でトラック再生すると、周波数アナライザーがリアルタイムに表示してくれると。なのでこの波形を見ながら EQ カーブを作っていくような使い方ができるようになっています。今ご覧いただいて分かる通り、これがポスト EQ、 要は EQ 処理した後のカーブが表示されるといったような仕様になっています。カーブを消したい場合にはこの×ボタンをクリックしてあげるという感じですね。この辺は特に説明されるまでもなくですね、使いこなせるのかなといった形になっています。そしてサウンド自体もですね、非常にクリアで、いわゆるデジタル系のですね、癖のないサウンドなので使いやすいと思います。特にですね、例えば Q を狭めてこの周波数をピンポイントでカットしたいとかですね、といった場合にものすごく使い勝手がいいのかなというふうに思いました。なのでこの辺の用途に関しても宮廷に近いような使い方ができるようなイメージかなと思います。またこのイコール面白いのが、バンドごとにですね、イコライザーのタイプを変えることができるよと。これカーブのタイプですね。IK マルチメディアといえばアウトボードのモデリングで、まあ、結構人気があってあるメーカーですけれども、例えば UK タイプにするとニーブ系のですね EQ カーブであったりとか、 UK クラシックにするとこれは SSL 系だったかなであったり、 USA クラシックにすると API とかですね、まあ、おなじみのアウトボードの EQ カーブをここで再現することができるという形になっています。このようにカーブがいろいろ選べたりすると、どうしてもどのタイプがいいんだとかですね、この楽器にはこのカーブがいいとかですね、それちょっと難しく考えてしまいがちだと思うんですけれども、個人的には普段使っていてあまり意識しないで、感覚的というか適当というとまああれなんですけれども、気分で使い分けちゃってるというケースが正直多いです。まあ、結果的に好みのサウンドであったりとか目的の効果が出せれば、カーブってぶっちゃけどれでもいいというところも あると思いますので、あまり小難しく考えなくてですね、いいのかなというふうに思ってます。で、それぞれどのような EQ カーブになるのかっていうのは、ちょっと画面の方に出しておきますので、まあ、参考にしていただければいいのかなと、はい、いったところでございます。ということで、今回はイコライザーモジュールイコールを紹介してきました。イコライザープラグインに求めるものってですね、そのシーンに応じていろいろ変わってくるかと思うんですけれども、このイコールに関しては、例えばトラック、バス、マスタリングとかでですね、細かい補正をしたいと、いった時にものすごく活躍してくれるプラグインだと思います。逆に色付けしたいとかですね、音作り積極的に行いたいよなんていう場合には、他のですねアナログモデリング系の EQ モジュールの方がいいのかなといったところです。まあ、この辺は使い分けなので、いいとか悪いとかではなくてですね、まあ、そういった用途に向いているよというぐらいで考えていただければいいかと思います。それではご視聴ありがとうございました。